こんばんは。こんばんは。何ゆちゅうして、そんなギフトがあるんですね。できないけど。こんばんは。こんばんはの声好きなの？そう、今日はそこの時間なのに元気なの。メールって届いたかな？今日はレッスンがあったからポニーテールしてる。で、その後エッサコエサレディオを収録してきた。うん。テロップは、なくていいか。あ、メール届いてた。ありがとう。よかった。今日はロックしてきたよ。みんな楽しみなロック。ロックの練習、リハーサルしてきました。お、どっちがいい？今日はロックしてきたの。楽しみにしててね。ガンガン行ってきましたよ。ガンガン行ってきましたか？まだロックじゃないっていうのはロックになりきれてないということです。かっこよくしたいから頑張る。そう、6ブロック、そう、ラジオは今3期生の3年目到達スペシャルをやっているんですけれども、その後半メンバーで4人です。4人で行ってきました。だからね、今日は4人中3人一つに結んでました。すごくレッスン終わりみたいな感じで。そう、ロックね、馴染めるかな。だから、そう、だからじゃないや、間違えた。9日はロックな学校で行くねって。どんな学校で来るの？9日楽しみだね。会える会える会える。みんな今日もお疲れ様。今日水曜日だったんだけど、チャットの返信とかさ、メールの返信とか読んでたらさ、みんなすごい忙しそうで頑張ってて偉いって思いながら、心の中でよしよししてた。そう、今日は眠くないんですよ。まだね、さっきまでエサーコエサーってやってたからね。なっちゃんの思うロックな顔、ロックな顔か。絶対違うくない？これロック顔、ロックだぜ。なんかニヤみたいな、キリ、ニヤ、ロック、ロックじゃないですね、残念です。最近のメールやチャットの破壊力が増してて。嘘、本当ですか？それがね、そう、今日そのレッスンとラジオがあったから、チャットがお昼以降
動かせなかったんですよ。結構ギリギリまで動かしてたんだけど動かせなくて、あのなんかちょっと心配された心配してくれてた。体調悪いと思われちゃったんですけど全然元気です。スイスイ、花江ちゃん、もっちゃん、リリカ様、そう、その4人で収録してきました。なくなっちゃった今日の写真も全部可愛かった。ありがとう。今日何送ったかな。そう、うん、全然全然頑張りすぎじゃないですよ。視聴で全然じゃ止めなかった。あー、お疲れ様。スイスイが動いたねそう、さっき急いでご飯食べたからかな。ちょっと聞かないで聞かないで、恥ずかしい。今日は本当にそのラジオの4人はメールにも書いたんだけど、本当にとても自由な人々が集まって、想像通りのラジオになりますね。本当にね、もう始まる前から分かってたんだ、こうなることは面白かったです。割とマイペースって言われがちな人が集まりましたね。ぜひお楽しみに。6月10日に放送されます。ぜひ聞いてね。まとめる人、さあ司会はリーダーか、リーダーは誰になったのでしょうか。ちなみに私は、まあ、今回のはシークレットだけど今までで司会を一度もやったことがなくてですね、よく「えそうなの?」って言われるんですけど、本当に司会やったことなかったんですよね。だからどうなるかなと、そこにも注目。結構長い収録だったかもしれない。なんだっけ、なんて言おうとしたんだっけ。最近何言おうとしたか忘れちゃうんだよね。忘れたのでなかったことにして、楽しみにしててね。笑いあり涙ありでしたよ。涙かっこ一名思い出したら教えてくれ。はいって、はい、そうします。何も思い出せないです。そう、誰かが泣いちゃったのあの、いい意味の涙ね。ん?さっき中1の息子がスイスイの写真見て美人だね何それ、やだどうもありがとう。なっちゃんの声聞きやすくて心地いいよね。ほんと?ありがとう、嬉しい。じゃあずっと喋ってるから付き合ってね。365日、重たい。365日は重たいよ。さあ涙の理由はぜひ。でもそれがさあ完全版、どっちに入ってるかわかんない。入ってなかったら説明するねでも全然良くない涙ではないから放送されると思うんだけど、面白かったからぜひ聞いてほしい。
良すぎて大半寝ちゃいそう。え、寝ないで。それそしたら一人で喋っ、いや私多分みんなより先に寝ちゃうな。みんなが聞いてくれてる間に私寝ちゃうかも。一人365日足りないの。嘘、ずっと聞いててくれるの。加入前はスイスイじゃなかったよ、ナチって。お友達はナチって言ってた。高校のお友達はナチとかナチュ。ウルード氏のシステムわからないから毎年365日にします。ナッチ、ナッチだよ。なんかナッチって言われるの不思議な気持ち。久しぶりに言われました、ナッチ、ナッチュ。だからそう、高校の時はそのナチって呼ばれすぎてたから、仲良しの子に、私も自分でナチねって言ってた。今は全然言ってないけど、ナチねってずっと喋ってた。そう、ウルード氏のシステムわからない。おいしい、ナッチ。ちっちゃいツが入ってる。ナッチ、ナッチじゃないよ、ナッチだよ、ナッチ。そう、ナッチ元気だよ。筋肉ムキムキ。あ、どうしよう、ここふっふっふ、見て。筋肉できた。ナッツ。そう、最近鍛えてるんですよね。そうそう、マッチョ、マッチョ。家のこのこの服がマッチョなりやすい服でよかった。そう、筋肉ロックじゃなくてマッチョになってる。いや、ロックだよ、ロックだけどマッチョなロック、マッチョなロックです。この日が楽しみで仕方ない。強そうでしょ。そう、もちろんロックも楽しみなんだけど、私の楽しみの目的はみんなに会うことなんです。みんなはさ、ロック楽しみにしてる？ロック楽しみ？ん？マッチョなロックのナッチョ。ナッチョ？ナッチョです、ナッチョです、ナッチョ。あ、そう、お花ついてる、確かに咲いてます。みんな元気？楽しみ、楽しみ。楽しみだね。もちろん配信で見てくれるみんなも楽しみ。なっちゃんに会えるの楽しみ。ありがとう、嬉しい。頑張る、9日まで頑張ろう。
元気、よかった、元気だよ、よかった、そう、よかったね。ここの川行かない予定だったけど、なつきちゃんにおすすめされたから夜行く。あ、本当に？ありがとう、待ってるね。そう、ここの川おすすめしたの。来れる人はグッドグッド。ぜひマッチョなっちゃんマッチョなっちゃんではないんだけどね。 DMM ありがとう。 DMM で見てくれるのありがとう。サイン入りギターのプレゼント、おす、サイン入りギターのプレゼントはないですよロックだからってこと来週末は行けそうです、待ってるね。なんでおすすめ、ん、なんでおすすめなんだ、言って言ってって言わない、言わないよ、言わないけど楽しみにしててね。あ、そうそう、ロックもおすすめだけど、あ、まだ言えないってさ、ん、それは磯崎奈々ちゃんのセリフだ。あ奈々ちゃんの元気な姿見てるのが一番の要因になってますよ。ありがとう、とっても元気だよ。ここにいてかわいい、ありがとう。今日はレッスンがあったからここにいてる。まさか、まさか、なんだまさか、泣きべそ書くまで楽しい泣きべそは本当にすごく好評で嬉しいです、いつも。え、嘘、ポニーテール似合う、ありがとう。じゃあずっとこうしてるね。うん、目が回ってきた。お仕事お疲れ様、お仕事お疲れ、そう、もう今こうやってたら目回っちゃった、だからもうできない、もうできない。これ奈々ちゃんのセリフ新富士の予感もしてきた。おお、それはどうでしょうか、何があるかはお楽しみ。あ、頭振ってるのロックだった、ありがとう。一番ユニークな焙煎は誰、カイリさんカイリさんです。ポニーテールとナチュ、ナチュテール、頭振ると痛くなるからやめなさい、はいはい、わかりました。ロックの日髪型どうす、いや、そうなんだよね、ロックの日ね、うん、もともと決めてたんだけどあんまり合わなそうだから考え直そう。なちゃんのものにしちゃいなさい。これなんだっけ、何の話してる223キロのゴミを出したってどういうこと。ああ、お団子、なるほど。ああ、確かにね、なんか三つ編みがいっぱいあったらロックっぽいのかな、もしかして。でもきっと私はいつも通りロックに合わせずに普
通の髪の毛にしてきそうな気もする。いきなり金髪とかないよね。だってどうでしょうか。ああどうだろうね。もし私がさ金髪でさドーンって出てたらさ、どれがなっちゃんかわからないってなるよね。高めついてるはしません。高めついてるはしません。できないよ。え、スイスイ、うん、今のところそんなに明るくする予定はないですね。金髪のスイスイは、いや、すごくストレート。そうなんだね、ありがとう。とってもストレートだった。金髪になってたら驚きすぎてとりあえずその場で一周回ります。え、その場で一周回るんですね。じゃあ金髪にしてみようかな。回るんだ。なっちゃん金髪に見えたらまずは照明を疑う。照明さん、いつもと照明違うでしょ。あ、でも赤系の髪の毛はね、なんか似合いそうな気がする。確かに今日のチャットの写真見比べたら色の差わかるかもね。ピンクのメッシュ、メッシュってなんだ。ジェネリックスイスイもちろん知ってますよ。カエリさんがその日の投稿をもしされたらコメントしようと思ってたんだけど、そう、自分の心の中にしまっといた。うん、一部染める、なるほどね。ロックだね、一部染めるのはロック。一部染める、かな。そう、知ってますよ、ジェネリックスイスイ。前髪をピンクと切る、それはそれはすごいね。自分のサイリウムカラーを自分でこうつけていく感じ。ちょっと眠たい。でもまだ元気。最近本当に一日の時間がさ、もっといっぱい欲しいな。そしたらさ、そのうちの10時間くらい配信する。みんながヘトヘトになっちゃう。定期眠たい。そうなんです、定期眠たい。どのくらいの長さだと、長さ、あ、時間の話か、髪の話かと思っちゃった。ね、うん、リアルに考えて32時間くらい、32時間欲しい。確かに換気休憩が必要。今日は日付超えるまで、え、日付超えるまでできないよ。日付超える瞬間まで0時までやるので、皆さんお付き合いください。あ、眠たかったら寝ていいよ、みんな。新潟の高校は体育祭ウィークだからスプレーとかで染めてる高校生増殖。そうなの、スプレーで固定染めれるの。
怒られちゃう。超えられなかった、超えたかった。お、おやすゆなこだって。ちょっと待って。あれ？あれ？私がゆなこさんに見えてるのかな？確かに0時30分くらいまで配信切れないことはありますね。ずっとこうやっておやすみって一生言ってるから、いつも。インカから、うん、髪染めるの詳しくない、助けて。見せて。なちゃんの配信いつまでも見てられる？ありがとう、ありがとう。いつまでも見てください。明日は個人的に練習します。なっちゃんの配信聞きながら眠りにつきますね。どうぞ。おやすみおやすみってずっと言っとく。おやすみおやすみ。配信切れた後って一気に寂しくなる。うん、本当に寂しくっていつもうんうんってしてます。頑張ってね、ありがとう。みんなも頑張ってね。みんなのこと応援してる。フレ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 。ギター？なつきちゃんが夢に出てくるまで諦めない。なんか挑戦してるんだね、なつきが夢に出てくる。私本当に最近どうしよう、夢に出てきてると思います。私本当にね、3日連続くらいでね出てきてるんだよ。なので出演してくれた時にはよろしくお願いします。私って結構身近な人とか会った人とか結構夢に出てきがちで、そう考えちゃうのかな、考えてるのかな、ずっと。配信終わってすぐ寝るからなっちゃん夢に出てきそう。お、それはよかった。夢にで、ぜひ出演させてくださいね。一緒に練習一緒に練習するの、踊るの、うん、夢見ても基本覚えてんの。え、そうなの。私はいつも覚えてるんだ。ここに一度の月ちゃんが夢に出てくれた。お、よかった。一度出演させていただきました。出演料いただきます。お、じゃあ大丈夫です。そう、出演料、この前も出演料がお高めの方がいたんですけど、出演料かかるとスイスイからキャンセルが出ますね。夢に出てくるとちょっと好きになる。でもさ、その人のことを考えてるから夢に出てくるとするじゃん。でもさ、夢に出てきたらさ、起きた時覚えてるじゃん。だからさ、またその人のことを考えるってなったらさ、夢ってすごいんだよ。でもその人のこと考えてるから出るってわけでもないよね。時と場合じゃない？私はすっごく昔のお友達が急に出てきたりするので、懐かしいなって思ったりする。
あ、でもね、夢に、私これ聞いたことあるんです。夢にその人が出てきたら、その人が逆に自分のことを考えてる時とかだったりするんだってさ。面白くない？夢占いは最近してないけど好きだった。ひなた一回出てきた時好きってなった。いいな、夢に出てきたんだ。ひなた俺のことをって言っている。そうだから、なんか自分が考えてるから夢に出てくると思いきや、その相手が考えてて出てくるらしいよ。本当か信じるかどうかはあなた次第。私は今それを思い出した。え、NGT メンバーがしょっちゅう出てくるって、なんて豪華な夢を。すごい。すごいね、それは。最近、え、そうなの？最近夢に NGT メンバー結構出てくるってさ。そしたらさ、私が最近ファンの方が夢に出てきますって言ってるのってさ、とてもグループとしていいことですね。お互いに考えてるんじゃないですかね。隣で寝たらさ、夢じゃなくてもう隣にいるじゃん。もしさ隣で寝てさ、夢の中で一緒にいたらすごくない？もうずっとずっと一緒じゃんね。認知ないけど、いや、あったんだよ多分。認知が知ってたんじゃない？実は。実は知ってて、あ、そういえばあんな方もいたなって考えて出てきたんじゃない？フォローの仕方。ファンの誰かが出てくる時ってある？え、あるんだよね、それが。本当の話。でもなんか、あの、私はこの前一回メールにファンの方が夢に出てきたって一言ちょろっと書いたんだけど、その次の日もその次の日も、あの、夢に出てきて、あの、面白かったのは、あの、なんだっけ、あのさ、外で、なんか外でやってるお祭りみたいな場所に、私推しの方と萌え推しの方かなが、なんかフォーメーション組んでこうやって踊ってて、あの、こっち側にもいるんだけど、ここ2人が萌え推しの方と夏希推しの方がこうやって踊ってて、みんなちゃんと踊ってるのに、夏希推しの方が萌え推しの方になんかちっちゃい手紙を渡したの。なんかバレないようにこうやってちっちゃい手紙渡してて、あれなんだろう、何渡したんだろう今って見た夢とか。面白いこれ。あれ、なんか今絶対手紙渡したなっていう夢を見たことがある。しかも多分そのお二人はあんまり関わりがないんじゃないかなって個人的に思うんだよね。そう。踊ってた。しかもさ、なんかちょっと難しい、あの別何踊ってたかな。だからもうこうやって、そう、秘密のメモをこうやって渡すのに必死になりすぎて全然踊りついていけてないの。なんでそれを見てるんだろうっていうね、変な夢も見ました。 Y じゃなくて一安心。ということは萌えと夏希推しではないということですか？そういうことですか？へんてこな夢でしょ。変わりがないみたいなところまでわかるんだ。そう、意外とファンの方は見てますよ。もし関わりあったら
わからないけど、私が見てる範囲ではっていうこと。だからみんなも急に私の夢に出てくるかもしれないよ。私はたくさん夢を見るからね。まあどんな夢を見たか、もし夢に出てきたよって私がいつか言う時があったら、どんな夢を見たのかはその個人個人で話せる機会の時にぜひ聞いてください。ここでさ、今日は何々さんが出てきました、こんな夢でしたとか言ったらもうね、あの泣いちゃう。そういえば推しのマネージャーになった夢見たことある、沖縄で撮影に同行して、え、いいねそれ、それもう夢の夢だね、夢の夢。そう、カオス配信カオス配信、私多分夢の話したら一生ね。では続いては何々さんと何々さんが踊っていましたみたいなかわいそう、勝手にさらされて、もしさその配信にいなくてもさらされちゃうからね。誰々推しの何々さんと誰々推しの何々さんが踊ってました。確かにみんなちょっと目つけちゃう、その人に、あ、スイスイの夢に出てきたなんとかさんだって。でもあの本当に最近は夢ウィークなので夢をいっぱい見る。でも絶対にそのファンの方の、私一個だけじゃないんだけど、いつも見る夢がファンの方が出てくる夢と別でセットで悪夢を一緒に見るんですよ最近。違う、これはあの全然違う夢ね。だからみんなが悪夢じゃないよみんなが悪夢じゃなくて、みんなが出てくる夢はとっても幸せな夢。今日はずっとエレベーター、なんか誰かに追いかけられてる、違う、私第三者みたいな、誰かに追いかけられて逃げてる人をずっと見てる夢みたいな、でこっちまでヒヤヒヤするみたいな感じの夢見た。でもその逃げてる人と一緒に行動してるから、私がずっとエレベーターをこうやって乗って逃げてて怖かった。悪夢多い？悪夢多いかな？悪夢に出ませんように悪夢には出ないよ、大丈夫大丈夫。最近大声はるかさんの SP になる夢見ました。おーすごい、それはどういう夢占いがあるんだろうね。夢占いって気になる。怖い夢見て目が覚めることが多い。本当？大丈夫？でも怖い夢見たらさ、ドキドキってなるよね。悪夢って理不尽なことを呼んで、わかる。最近私は何者かに追いかけられる夢とか、あと不審者と遭遇する夢とかで、あのそう、不審者と遭遇する夢見た時さ、私大体警察呼ぶんだよね夢の中で。面白くない？絶対警察もセットで出てくる。今日もそうだった。ちゃんと通報してた夢占いすぐ調べる、わかる。私も気になったらすぐ調べちゃう。知らない女の子と恋に落ちる夢見てときめいたいい夢ですね、ときめき。生誕で上手最前に座る夢見て当たったとき震えた。まさ夢っていうやつだ。
正夢あるよね、たまに。私も見る、はっってなるよ。みんなが出てくる夢がみんなが出てくる夢は幸せな夢。こんばんは。俺のことは通報しないでください。しないですよ。しないしない。なっちゃんが夢に出るとか見惜しになる。あれ、そうなの。夢に出れますように。え、夢の中で夢ってさ、私気づいたことないかもしれない。もう夢は夢だと思い込んでるからね。ゼロポジで踊る夢が見たい。踊るんだ、やっぱり。やっぱりファンの方って夢で踊るんだいい夢見てね。あらあらあらら、いい夢見てね。夢と一緒にいい夢見てね。ね、9日の座席も夢で見たらその夢になるんじゃない。夢だと思ってたら夢じゃなかった夢を最近見ました。夢だと思ってたら夢じゃなかったっていう夢を見たちょっとややこしくってね、面白い。あら、さっきまで夢見てたの。おかえりなさい。仕事の夢見て起きて仕事行くの本当する。確かに確かに。あ、ちょっと、ゆうはからあの連絡が来て、今日さロックのリハーサルしたって言ったじゃん。でいつもリハーサルしたら動画を撮るんですよ、その最後に曲で合わせた動画を。で多分ゆうはが今もその多分動画が展開されてその動画を見たんだと思うんだけど、私と夏希弱そうってすごく弱そうっていう連絡が来ました。強く頑張りますなんだって弱そうだって。そういうちょっと待って、面白い。私も見るの楽しみにしてよーと弱かったらダメだもんね、ロックだからロックじゃなかったっぽい頑張る、頑張るからね。9日までにはロックなってるから。こんばんは。ちなみに、あ、言えないんですけど、ロックの曲なんだと思いますか。聞くだけだけどね、顔には出さないよ。ソフトなロック、確かにソフトなロック。え、ね、どうなってるんだよね。ほう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 、そう、あー、はいはい、なんか笑っちゃう , 笑っちゃう。なっちゃんのリアクションで分かりそうって , 笑っちゃうんだよね。どうしよう、笑っちゃう。これはやるかやらないかはまだ内緒として、今日私のファンの方は多分ロックだよ人生はの票が多いと思うっていうことを話してたんだよ。そしたらそう、みんな言ってる。どうかな、ちょっとこれ以上喋ったら笑っちゃいそう。おお、この中に正解はあるのでしょうかどうでしょうか。楽しみだね。
バレてなかったかな大丈夫かな。サクタベも予想しやすかった。確かにサクタベはみんな予想してたよね。おお、なるほどね。演出の予想もつけてくれて、さあどうでしょうか。お楽しみに締め方お楽しみに。サイボールをゲットするのが夢だったけど夢に終わりました。あ、そうだったの。まさ夢にできなかった、ごめん。私のコントロールが下手だからだ。夢で見たの、ロック。ぜひお楽しみにしてください。頑張るぞ。頑張ります。でもなんかみんなに会う方が楽しみになってきちゃった。ロックの曲やるの忘れそうあ、そういえば今日からロックの日だったってなりそう。最近さ、私ってさ、もしかしてさ、あまあまファンの方に言われて気づいたことなんだけどさ、もしかしてさ、あまあまあ、もしかして、いや、いつも通り春どこセットしそうですよ、こうやって、はい、てん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 、ね、そう、本当に春どこ行っちゃいそうやっぱりあまあまあだよね、そんな気がするの。それでね、一回ね、そう、あの感情に素直にな心をあの完全に開いちゃったのかな。そう、多分急に素直になったんですかね。虫歯になりそうですかどうしよう。だから今日一回じゃあちょっと抑えてみようと思ったの。抑えれなかった抑えれなかった。だから私が甘々の時はみんなも甘々で答えてください。そしたら多分嬉しい、喜ぶから。そしたら壇上読んじゃうね。いきます。13位 MS さん、ありがとうございます。12位マリハルさん、ありがとうございます。11位大輔さん、ありがとうございます。10位タムヒロさん、ありがとうございます。9位年中ジェットさん、ありがとうございます。8位ナオくん、ありがとうございます。7位アサユキさん、ありがとうございます。ほ、6位ミッチーさん、ありがとうございます。5位てるてる坊主さん、ありがとうございます。4位りょうへいさん、ありがとうございます。3位おつかれさん、ありがとうございます。2位とみのすけさん、ありがとうございます。そして1位はズズズンとんスキャットさんです。ありがとうございます。みんな見てくれてありがとう。